はい、どうも、海です。今日も、モノマギアカンタービレ、続きからやっていこうと思います。はい、前回は、ジェットさんを攻略しました。すんごいドエロくてね、主人公ちゃんがちょっとかわいそうな目にあって辛かったんですけども、今日は、新しい人をね、また攻略していこうと思います。さて、どの色のクレヨンで日記を書こう。はい。今のところ、このベリルとジェットをね、攻略したんですよね。次は、あと2、4、5人、あと5人もいるのか。うわぁ、いいな。あと5人も選び放題。この白髪、イケメンもいいんだよな、白髪イケメン。ちょ、この人行ってみようかな。うん。この人行きます。この人もザ王子って感じじゃん。水色のクレヨンで絵を描こう。あ、水色の方なのね。白髪、めちゃめちゃイケメン。うわぁ！あ、またまた、全然ね、選ぶ人によって、最初に出てくる場所が違うね。痛くない？あれ？痛くない？痛くない？あ、いきなりご登場。あ、いいね。なんだろう、すごい。この人も王子様とかなのかな？でも絶対貴族だよね。これは驚きました。ん？どうして私、男の人の膝の上にいるの？膝の上に出てきた。すっげえ、ジャストミートでそこに行ったの。うわあ、すみません、私、なんてハレンチなことを。あ、こっちのミホタルちゃんは、ハレンチなことって思ってる。あの、ベリルの時はさ、全然気づいてなかったじゃん。胸当たってたこととか。ハレンチ？ごめんなさい、すぐに解きます。いいえ、大丈夫です。どうかそのままで。優しそう。めっちゃ優しそう。どうかそのままで？どうかそのままで。膝の上に乗っとけってこと？エッチ？でも私、やっぱり重いので、降ります。いいえ、全く、羽のように軽いので、お気になさらず。羽のようには嘘でしょ？一人の成人女性よ？嘘ではありません。私は何も問題ありませんので、どうかこのまま。この人は何なんだろう？また一目惚れしたのかな？でも、乱暴なことは絶対にしません。お約束します。急に膝の上に現れた少女をさ、そのまま、このままでいいですよっていう男、ちょっと怖くない？いくつか質問にお答えいただきたいのです。よろしいですか？質問？わかりました。正直に答えてくださいね。この子も海ほたるちゃんの、なんかことを知ってるのかな、もともと。質問その1。あなたはどうやってこの部屋に来たのですか？知りません。わかりません。自分の部屋で宿題をしていたら、急に目の前が白くなって、気がついたらあなたの膝の上にいました。異世界に飛ばされました。そうですか。私の名前はセレナイトと言います。かっこいい。ナイト。もう名前にナイトって入ってる。わ、かっこよ。セレナイトさん。セレナイトさん？質問その2。あなたのお名前は？あ、正直に答える、ごまかす。ごまかすって結構失礼じゃない？初対面の人に。いや、でも知らない人だからね。ごまかして、見ようか。ちょ、怪しいじゃん。膝の上にずっと乗せとこうとする男。名前は覚えていません。覚えていない？どうしよう、つい嘘をついちゃった。なんでだろう、この人に知られちゃいけない気がして、あ、その直感は大事にした方がいいかも、そういうのは。申し訳ないけど、一度ついちゃった嘘は突き通すしかないよね。この人優しそうな顔してやばい人なのかも。はい、その記憶があやふやで思い出せなくて。本当に嘘をついていませんか？本当です。そうですか。覚えていないのなら仕方がありません。でも名前がないと不便でしょう。会話をするときに困ってしまいます。そうですね。ああ、なら、仮の名前をつけましょう。何？仮の名前？はい、仮の名前です。つけてくれるの？もしよろしければ、私があなたの名前を考えてもいいでしょうか？まあいいけど、なんかペットにつけそうな名前とかやめてね。なんだか変なことになっちゃったな。でも嘘をついた私が悪いよね。はい、お願いします。そうですね。どんな名前がいいでしょう？あははは。それはダメ。ハピーキティ。ハピーキティはダメだよ。それは、某赤いリボンをつけた猫の名前ですよね。ダメです。ご不満ですか？それではこの世界にもいるんだね、キティちゃん。
大丈夫結構危ないね。スヌーピーね。ピー。いけません。その犬の名前もいけません。なんで知ってるの、このセレナイトさんは。怒られてしまいます。それでは。動物つながりで、ああ、ミッキー。危ない。絶対にダメです。なんで動物の名前ばっかりなんですか。つけるなら人間の名前でお願いします。やっぱペットにしようとしてるんじゃない？こいつ。ちょっともう、私、こいつ信用できない。なかなか難しいですね。でも顔はイケメンだから全然いい。それでは。怖いね。海ホタルなんて名前はどうでしょう。なんで知っとる？もう最初から絶対知ってたじゃん。こいつ、もて遊びやがって。え？ああ、でもその前に。今ある名前を消してから付け直さないといけませんね。ん？いきなり乱暴ですね。いいですね。でもすんごい怖いけど、そういうの好きですよ。ごめん、海ほたるちゃんは苦しいだろうけど。もういりませんね、あなたの名前。でも海ほたるでしょ。うん、覚えていないのですから、大した名前ではなかったのでしょう。ならきちんと記憶から消してしまわないと。やめて。その他のことは覚えていなくとも、精神体に刻まれた名前、あなたたち人間がパーソナルを形成するための名前を覚えていないはずがないのです。うわー、絶対なんか知ってるじゃん、海ほたるちゃんのこと。ジェットと同じパターンかな。それにあなたは特別ですから。私の質問に正直に答えていただけなくて残念です。誰か、あ、これバッドエンドだ。誰か、助けて。あ、すっごい綺麗なお部屋。ここで一生暮らせるなら、最高じゃん。しかもあんなイケメンヤンデレでしょ。おー、いい、嬉しい。私ここに行きたい。失礼します。セレナイトさん。ああ、無理に起き上がらないでください。体調はいかがですか？はい、少しずつ良くなってきました。それもこれもセレナイトさんのおかげです。部屋を貸してくださってありがとうございます。なんか洗脳されてない？どうかお気になさらずに。記憶がなくては何かと不便でしょ。あなたが回復するまでこの部屋を使ってください。はい、私本当に何も覚えて、本当に記憶なくしちゃってる。大丈夫ですよ。たとえ記憶を取り戻せなくても、ここでの新しい生活に慣れていけばいい。ここに邪魔者は来ませんから。邪魔者ですか？ええ、私とあなたの仲を引き裂く邪魔者のことです。なんかそれだと私たち恋人同士みたいな。私はそれでも構いません。私もそれでも構いません。そんな恥ずかしいです。可愛らしい。そういえば首のあざが消えてきましたね。あ、首絞めたあざってこと？あざ？どうして首にあざが？あれ、私なんか。今日はここまでにしましょう。眠りなさい。え？長く起きているとエネルギーを消耗してしまいます。器ができるまで無理や禁物です。何も思い出さないで。器？器？あれどうして急に体が、意識が。セレナイト、お前は何をしたんだ、この海ほたるちゃんの体に。いいね、いいスチルだ。なんて可愛らしい。神よ、申し訳ございません。浮気症な私を許してください。何？浮気症？それもこれも彼女がこんなに愛らしいのがいけないのです。何言ってるの？安心してください。愛しい人。別に大切な女性がいたのかな、セレナイトには。ここに私とあなたを引き裂く者は現れない。ジェットはこの場所に、あ、近づきません。やっぱりジェットとなんかしら、あるね。あなたは私だけのもの。ジェットとの取り合いだったのかな。お、ん？今のは海ほたるちゃんの現代の本当の現実の世界の姿だったよね。どうしてこんな記憶が残っているのでしょうか。失ったものは戻らないというのに。あの日あなたと出会ってから懐かしい記憶が蘇ってくる。え、結構前から会ってた。なんだか少しくすぐったいです。愛しい人、もう待たなくていいんですよ。私が迎えに来ましたから。あなたは一人じゃない。
今度こそハッピーエンドがいい。だから昔話の続きを始めましょう。何？やはり彼女の精神体は美しい。セレナイト、ジェットからボディを奪い返す算段は考えてあるのか？ええ、もちろんです。ここに彼女の精神体があることはジェットも把握しているはず。ほいほい、必ず奪い返しに来るでしょう。敵を倒す一番効率的な策は敵を自らの領地に誘い込むこと。ほう、すべてあなたが教えてくれたことです。誰？はてなはてな。必要であれば彼女の精神体を痛めつけてでもこの場所におびき出しましょう。彼女が苦しんでいると知ればジェットは冷静ではいられません。めっちゃジェットと敵対してるね。私としては一番実行したくない策ではありますが、あなたのためならどんな苦痛も言っといません。すべてお前に任せる。はい、必ずや期待にお応えしましょう。すべてはあなたの願いのままに。愛しい我が君。どういうこと？誰あのハテナハテナ。誰だ？ちょっとわかんないキャラも出てきたし。まあ、ジェットと敵対してて、海ホタルちゃんをね、いろいろ奪い合いしてるみたいな感じだね。じゃあ、ごまかすじゃなくて、正直に答えていくか。はい。海ホタルと言います。とても可愛いお名前ですね。ありがとうございます。質問その3、あなたは私のことを知っていますか？全く。いいえ、知りません。初対面です。なんで真顔？こわ、ほんとだ。めちゃめちゃ真顔だ。でもなんか、過去に、あの日会った時からみたいなこと言ってたじゃん、さっき。多分会ってるっぽいよね。もういいでしょうか。もういいとは？もう膝から降りてもいいでしょうか。ダメです。ダメなんかい。ダメです？なんで？膝から降りて質問に答えればいいと思うんですけど。逃げるかもしれないでしょ。ギリギリ、痛い。逃げないです。体が痛いです。あと顔が近くてハレンチです。かわいい。海ホタルちゃんめっちゃハレンチ使うじゃん。ハレンチとは？とにかく質問に答えなさい。ハレンチの意味知らないね。質問その4、あなたはここが一体どこなのか知っていますか？知らん。もう何も知らん。知らないです。本当に？本当です。だから急に真顔にならないね。怖いね。こういうイケメンの真顔、急に真顔になるのって。めっちゃ怖い。ここはあなたの部屋ですか？ええ、神殿にある私の部屋です。でも私が聞きたいのはそういうことではなく、あなたはこの世界のことを知っていますか？という意味で質問したのです。この世界？ここってビバロンのエリア7じゃないんだ。あ、はいはいはい、そんなんだったね。海ホタルちゃんがいた世界って。違います。え？私の住んでいた地域じゃない？どういうこと？そうですか。この世界のことを知らないと。セレナイトは知ってるの？ビバロンのエリア7ってこと。ではあなたに選ばさせてあげましょう。質問その後、今ここで消されるのと私に買い殺されるのとどちらがいいですか？なんでそんな最悪な二択しかないん？は？今ここで消されるのと、私に買い殺されるのと、どちらがいいですか？もう逃げて！逃げれんだろうけど。いえ、違うんです。質問が聞こえなかったわけじゃなくて。ちょっと質問の内容が頭に入ってこなかったと言いますか。ああ、ここで消されるのと、私に買い殺されるのと、どちらがいいですか？もう3回目。どうしてその二択しかないんですか？どっちも嫌です。下ろしてください。暴れないでください。手荒なことはしたくありません。消されるのと飼い殺すのどっちがいいかなんて二択を出しておいて手荒なことをしないって頭がおかしいと思います。矛盾してるね。今すぐに降りたいです。下ろしてください。こら、暴れてはいけません。もうすぐそういうことして、あ、ちょっとここはだけてるし、ダメ。いちいちになっちゃってる。苦しい。あなたがジェットの計画した悪巧みの一つだということは分かってるんです。あ、ジェットの計画した悪巧みの一つ。あ、はいはい。どこまで私の邪魔をするんでしょうね。あの裏切り者は。あ、じゃあセレナイトは別、海ホタルちゃん、ジェットから、奪うため、ジェットの嫌がらせをするために、まあ、海ホタルちゃんを奪ってるみたいな感じか。好きってわけじゃなくて、多分。い、
痛い。痛いですか？かわいそうに。でもおとなしくしないともっとひどい目に遭いますよ。私はあのお方にこれ以上の負担をかけたくないのです。このあのお方って言ってるのがさ、さっきはてなはてなって名前だった人かな。あなたの体はどこにあるのですか？何のお話ですか？記憶を消して体を再利用することができるのならば、それが一番いいのです。体を再利用する？あなたの体がどこにあるのか私に教えなさい。これは精神体って言ってたもんね。だから海おたるちゃんの本当の体が、本体があるのかな、どっかに。知らないです。体って、私の体ここにあるのに。教えられていないということですか？まあそうでしょうね。あの陰剣がそう簡単に足取りをつかませることなどありえない。本人にすら隠していてもおかしくはない。この人一体何を言ってるの？私もあなたという存在に同情しないわけではない。だから選ばさせてあげましょう。ここで私に消されるのと、時期が来るまで私に飼い殺されるの、どちらがいいですか？飼い殺されるって何なの？普通に飼って殺さないで。だからどっちも嫌。私の言っている意味わかります？うぅ、どっちも嫌です。ジェットっていう人のことも知らないです。私、あなたが何を言っているのか本当にわからないんです。ああ、もう泣いてる、泣いてるよ。やめて。ああ、ごめんなさい、泣かないでください。つい感情的になってしまいました。私、あなたの泣いている顔があまり好きじゃありません。あ、そうなの？征服欲をかきたててとても魅力的ですけれど、ああ、お互い以前のような立場であれば良好な関係を築けたのに残念です。以前のような立場？我が神が存在するこの世界にあなたは必要ない。ら乱暴なことはしないって言ったのに、嘘つき。お、何？乱暴なことはしないって言ったセレナイト様、いらっしゃいますか？あ、逃げた？火何かが今、私の横をすり、そっか、見えないもんね、モブには。はいはい。見えない、何かが？セレナイト様、いかがいたしました？私が返事をしてから扉を開けなさいといつも言っているでしょ。あ、怖い。顔が怖いよ。返事をしてから開けなさいと申されましても、扉は先日セレナイト様が壊してしまわれましたので、常に半開き、あ、そうなの？なんです。何か言いたいことがあるのですか？怖い。いえ、何もありません。申し訳ありません。外出します。は、承知しました。なんか斜めにふぃーんって消えてったよ。どうしてこの床はこんなに滑りやすいのですか？あ、滑ったのね。あ、なんかセレナイトのそんな表情いいね。ちょっと怒ってる感じ。今日の掃除当番は誰です？いえ、床には特に何も支障はなく、セレナイト様が何でもない場所で転ばれるのはいつものことで。え、何セレナイト、そういうちょっとポンコツな部分あるの？可愛いんだけど。それでは私がドジっ子のようではないですか？え、可愛い。は、セレナイト様ドジっ子かと。もう一度言ってごらんなさい。は、言い間違いです。申し訳ありません。従者もお茶目ね。私は急いでいるのです。え、急にそんなギャップ見せてきて。こんな滑りやすい床ごときのために時間を浪費していいはずがない。今度こそ私は外出します。は、お気をつけて。よかったよかった。また転ぶかと思った。誰か助けて。夢だ。こんなの夢に決まってる。こんな場所知らない。私は知らない。なのに、夢なのに、どうして目が覚めないの？それは、これが夢じゃな、はいえーな。ついてくる、はいえ。ようやく追いつきました。さあ、追いかけっこは終わりです。私と部屋に戻りましょう。え、あ、選択肢来たね。ここでいいか。嫌だと叫ぶ、セレナイトの手を取る。嫌だよね。嫌だ。いや、近づかないで。絶対に乱暴なことはしないって言ったのに。この嘘つき。これさ、一番最初にあったやつだ。え、よし、油も差し直したし、ボディも塗り直した。これ、セレナイトだったの？はい、どうぞ。ありがとう。
どうしたの？気に入らない？どうしてこんなに色がはみ出してるの？はみ出してるかな？うん、ちょっと筆を貸して。うん。よし、これで完璧。やった！二人の共同作業だね。うん。ユリウスは不器用だ。ユリウス、あれ？セレナイトではない。何か言った？ユリウス。何も言ってない！こいつはお守り。片方だけだけど、持っていて。この子を治っちゃったけど、またここに来てくれる？うん。だって君は僕がいないと泣くし。泣かないよ。僕、君が泣くのを見るのは好きじゃないんだ。だからまた会いに来るよ。ユリウス。あの選択肢にいるのかな？嘘つき。また来るって言ったのに。何の記憶？私は嘘なんてついてない。え、やっぱセレナイトのこと？え、ユリウスって言ってたけど。早くこちらに。誰か、お願い、誰か助けて！ん？あ、消えた！よしよしよし、助かった。ああ、小賢しい。私は嘘つきじゃない。嘘なんてついてない。でもなんかめっちゃユリウスっぽいこと言ってない？あそこ帰ってこなかった。また会いに来るっていう約束を守れなかったからずっと罪悪感抱いてるみたいな。あ、出た出た、ジェット。間に合いましたね。ここどこ？あなたは誰？もしかしてあなたもさっきの悪い奴の仲間なんじゃん。落ち着いてください。私はあなたの味方です。私の味方？本当に？ええ、本当です。申し訳ありません。すぐにあなたを探そうとしたのですが、邪魔が入ってしまいまして。邪魔、あれ？なんだろう、急に眠く。こちらへ。ダメ、もう起きていられない。あ、はい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 。転送装置で送られたのが精神体のみだったのが幸いでした。よりによってセレナイトのところに転送されてしまうとは一番ヤバそうな人のとこ行っちゃったのね。無事で何よりです。始まりの日までおやすみなさい。これね、Z の始まりの日とか言ってたよね、前回も。何なんだろう。一体何を企んでいるのです、Z。あんな悪趣味なものを使ってあの方を陥れるつもりですか？いいでしょう。あなたがその気なら。私は必ずあの娘を見つけ出し、捕らえてみせましょう。今度こそ、我が君の望むものをお渡しするのです。きっと、あの方は喜んでくださるはず。誰あの方？でも、どうしてこんなに、胸が苦しいのでしょうか。いや、絶対、セレナイトだよね。私は嘘つきじゃない。なんで名前が違かったんだろう？でも、ユリウスとセレナイトって。ではでは、もう一個のこの選択見ていくか。嫌だと叫ぶしたんで、セレナイトの手を取る。はい。どうして、一瞬でも私はこの人の手を取りたいと思ってしまうんだろう。過去に会ったことあるっぽいからね。そうです。こちらにいらっしゃい。そうはさせません。あ、誰だい？あ、ジェットだい！ジェット来た！誰？ジェット。彼女は返していただきます。簡単に逃がすとお思いですか？彼女はもともと私たちの、うわ今度は真下に消えてった。うわぁ、かわいいセレナイト、いいね。何もない場所でこけた？何もなくありません。足元に大きな石があったのです。私は石につまずいてこけたのです。気まず、真剣な話だったのに。何もなくありません。このポンコツ！私はポンコツじゃありません！なぜこの私がお前ごときに負けたのか、はなはだ疑問です。あ、負けたんだ。この私がセレナイトに、このドジッコに能力で劣ることなどありえない！私はドジッコじゃありません！ドジッコだけど、魔法のなんか能力は強いんだね。海ホタルさん、私の手を取って離さないように握っていてください。逃がしませんよ、ジェット。このドジッコと同列以下に扱われたということが私の最大の屈辱。もはや一秒たりともお前と同じ空間にいたくありません。転送、転送されちゃ、されちゃった。はい、何でしょう。あなたは一体？ご安心ください、私はあなたの味方です。さっきの人は？さっきの人のことは思い出してはいけません。なんか大切なね、思い出だったっぽいのに。でも、
おや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 、もう寝る時間ですね。寝ましょうね。え、でも全然眠くない。いいえ、眠くなります。そのうち眠くなるのでゆっくり休みましょう。おやすみなさい、私の。眠くな。寝なさい。怖っ。寝なさいになったじゃん。あー、終わった。なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はね、あのセレナイト攻略し終わりました。ジェットとま深い因縁がある感じでね。で、まさかの主人公ちゃんとね、昔会ってたっていう。ちょ、どっちの世界の人なのかわかんないね、セレナイト。そもそもユリウスとセレナイトが同一人物かもまだはっきりとは分かってないけどね。いや、すっごい面白い。また次回ね、新キャラ攻略していこうと思います。